京都の五条にあるイオンモール花やってきたぞ。京都へおいでやす。どうも水田京都アッキーです。はい、今日はね五条のイオンモール花にやってきました。ほんでここはねフードコートにねなんかねすごいボリュームのある唐揚げ定食を食わしてくれる唐揚げ屋があるんで、今からそちらに乗り込んでいきたいと思います。今日はがっつり晩飯食らっていきます。それじゃあ行ってくるぜ。ゴーゴーゴートリプルゴーレッツゴー。行ってきます。京都生まれ京都育ちの人間が美味しいものを食ったり飲んだりするチャンネルです。チャンネル登録よろしくお願いいたします。平日のイオンモール空いてては、よし行くぞ。ここのねイオンモールはね結構ねおもろいのがあるな。取りたいのいっぱいあるね。なんかとんかつ屋もすごい丼あるし、またそこもまた行くわ。とりあえず3階向かっていくわ。今日はフードコート来ましたよ。イオンモールフードコート、トリプロ、ここ。あ、ありがとうございます。はい、13番。よし、甘いのが来たぞ。トリプロさんの唐揚げ富士山定食、山盛り入ってて、これ何個、10個以上入ってんじゃんこれ。知らんけど、うん、食えるかな、こんなに。で、ご飯、味噌汁、漬物、まあ、とりあえず食っていくわ。危険やな、これはね。ちょっと夜にねこんなに入ってると思わんかったわ。しかも1000円切るからな、安いわ。しとしとら、ちょっと危険なんでね、キャベツからいくよ。うん、いや昔はね若い頃だったらねこれぐらい楽勝にペロッと行けたと思うけど、これはちょっと自信ないね。ちょっと数えてみるけど、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、実に17個、17個入ってるよこれ。やばいなこれこれはちょっとね、どうなんやろ、あかんと思うわ。17個やろこれ。まあとりあえずいっときます。今17個って言ったけど、もう一回数えたら18個入ってます。これは危険やぞ。これは18個。これカロリー何分ぐらいあるんだろうな。怖いな、これちょっとビビるね。よし、行ってみよう。うん、味付けうまい。このトリプロさんは1階の食料品売り場にも入ってんよ。うん、あ、味噌汁もうまいわ。うまいですね。中学生や高校生の人ならねいいかもしれんけどね、おっさんにはきついわ。
けやけどね、せっかくついてるんでマヨネーズもつけてみよう。よっしゃ。もう今ね3個目ですけど、もうあと2個ぐらいでええような気がしてしてきたけど、とりあえず食います。まだまだあるで、食っても食っても食いきれない。もうちょっとね、こうなってくると頭がおかしくなって味変です。味噌汁に入れる、これ味噌汁に入れる、味変。もうね、味に飽きてくる。はい、味噌汁に入れましたけど、これでも飽きてくる。根性で食い切れけれども、まだまだある。減らへんぞこれは。はい、もう食い切って食い切って残すところあと2つですよ。もう限界ですよ。頑張っていくわ。食い切っても食えないとはほんまこのことです。下で来るウーロンかい。あー、きつかった。から揚げ18個はきついわ。でもね、若い子だったらきっと喜んで食べると思うんで、ぜひトリプロさんで富士山セット食べてください。美味しかったけど苦しかったです。ごちそうさまでした。はい、完食しました。実に食うのに20分ぐらいかかった。ごちそうさまでした。いやー、ごちそうさまでした。きついわ、おっさんにはきつい。18個はきつい。しかも夜に。もうこれですよ、特歩で、食ったことを忘れます。腹パンパンは。もうおっさんはね、唐揚げ7個ぐらいでいいね。まあ美味しかったですけどね。はい、ということで、こちらイオンモール花でとんでもない富士山盛りの唐揚げ定食をいただきますんで、自信のある方は食べに来てください。ごちそうさまでした。それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ご視聴いただいている皆様、愛してます。じゃあ。最後までご視聴いただきほんまお気に入りです。京都や大阪に旅行へ来られる時の参考にしていただければ幸いです。これからもミスター京都うまいもん TV お頼もします。